AKB48 渡辺真由が17日のツイッターで、トレードマークだった黒髪のロングヘアをバッサリ切ったイメチェンカットの写真を公開。ファンからは、切ったの、気づかんかった、と驚く声や、かわいい、似合ってる、などと称賛のコメントが寄せられている。渡辺は、先日髪をバッサリ切った私と本日の唐揚げ、と綴って自身と大好物の唐揚げの写真を掲載。あでやかに伸びていた渡辺の黒髪ロングヘアは肩のラインで切り揃えられ、爽やかな印象を与えている。トレードマークでもあった渡辺の黒髪ロングのヘアスタイル。このツイートの直前まで、渡辺はフジテレビ本社屋などで開催されている、お台場夢大陸ドリームメガ夏間、釣りの、真夏のハロウィンライブ、に AKB48 チーム B の一員として出演。その場にいた様子のファンは、気づかなかった、と驚きの声。さらに、渡辺の報告で知ったファンもまた、びっくり、切ったの、事件や、以外よ、衝撃すぎる、慣れるまで時間かかる、などと続々とコメントを届けた。ただ、ショートもいい、超絶面濃い、などと称賛の声も続々と届けられるなど、渡辺のイメチェンを歓迎している。